はい、どうも、トラキシです、どうぞマリンスタジアム着きました。はい、昨日はご心配をおかけしてすいません。はい、無事にね、熱も下がったということで、はい、急遽やってきました。まあ、最悪途中でしんどくなったら帰ろうかなと思うんですけど、まあ、とりあえずはね、元気ってことで、はい、まあ、タイガースの勝利が一番の薬やと思うんで、とにかく勝ってください。はい、ということでね、今日はマジで勝ちましょう。でしょ。はい、ほいっす。球場の中行きたいと思います。レッツマリン。いやー、むずい。さあ、皆さんも分かりましたか。それではお二人ご回答を書いていただきましょう。ちょっと今、アンザー中ですね、少し難しかったのですね、ソロ選手、原口選手が今ちょっと難しかったかな。それではお二人よろしいでしょうか。いきますよ、ご回答をオープン。はい、221と、タイガースファンの中232ということで、それではどうでしょうか。正解を見てみましょう。正解はこちらです。正解は304です。ということで、おめでとうも正解やらずし、この対決は引き分けとなります。めっちゃうまそうじゃん。うまっ。イカ焼き、よし。ヘルシーやな。さあ、セレゲン時間は30秒ということで、30秒以内に決勝を終えて、今マリーズ優勢か。マリーズ一発でしょ。どうだ、どうだ、引き込んだんじゃないでしょうか。ということで、マリーズファンの皆さんの勝利です。おめでとうございます。しかし、ジャイアンツファンの皆さんもナイスファイトでした。改めて、頑張れ、最低頑張れ頑張れ、最低。
ツゲッツゲッツゲッツ、雨やばい。試合終わってヒーローインタビュー2次会まで終わったんですけど、雨やばいんでこれ延長入っとったら終わってました。はい、っていうところで最近様々っすね。最近様々、打線の方はね、森下くんの先頭打者ホームラン1得点のみ。もうちょい点取ってほしいな。佐伯くんやったからなんとか勝てたみたいなところがあるんでね、甲子園6連戦始まりますんでね、火曜日からなんとか打線奮起期待してますんで、はい、そして大山くんがついに打率2割切りましたか。深刻ですね、はい、なんとかね早く大山選手の復調もね期待しつつ、とにかく今は勝利が一番の薬だと思いますんで、はい、なんとかここから、交流戦巻き返していけるようにね頑張ってもらいましょう。雨やばい、寒い、やばい。じゃあ帰ります。ありがとうございました皆さん。